ポンチョ b d g h x 6ジャリー横浜市営バス側面 LED 式大型行き先表示機搭載車ポンチョは J バスが製造し日野自動車が販売する小型ノンステップバス。路線用に特化しており主にコミュニティバスでの使用を想定した設計となっている。社名の由来はポンと乗ってちょこっと行くことから。また衣服のポンチョにもかけている。 2002年から2005年に発売された、半国産の初代ポンチョと2006年以降、発売されている、純国産の二代目ポンチョの2種類があるが、香港では両車種を扱う。日野、ポンチョ v f 3ピ p マック、神奈川中央交通、茅ヶ崎市へ防止号2002年に発売開始。2003年には、車椅子の上高に便利な背面ドア付け仕様が追加された。 当初の予定から3年間で90台の限定生産品となっており、2005年をもって販売終了した。形式は v f 3ザシピ p m a ク。初代ポンチョはヨーロッパ製の小型ノンステップバスに対抗して製造された半日本製バスで、シャーシとディーゼルエンジンはフランスの PSA プジョーシトロエン製である。ボディは当初は 日野車対工業が仮装していたが、日野自動車とイスズ自動車のバス製造事業を統合した J バスの発足後は、製造がトヨタテクノクラフトに移管された。トヨタ自動車が仲介役となって実現したが、当時トヨタ愛護で合弁関係となった PSA に対する配慮の一環と言われる。車種は全輪駆動となっているのが特徴で、ヨーロッパ車では、 不条ボクサー、シトロエンジャンパー、フィアットデュカートにも使われているものである。またエンジンもフロントエンジンを採用し、フロントエンジンフロントドライブとなっている。93kW のインタークーラーターボ付き 2.8L 直列、4気筒ディーゼルエンジンを横置きしている。サスペンションは、前輪がストラット、コイルスプリング、後輪がリジットアクスハンダエンリーフスプリングとなっており、 現在のノンステップバスで主流の空気バネによるニーリング機構を備える車両とは異なっている。これらの仕様が示すように構造的にはミニバンやデリバリーバンなどと同様乗用車の延長である。車両のサイズは全幅2メートル全長5.8メートルで客室フロア全体がノンステップのフルフラットノンステップバスとなっている。定員は座席中に立つ。 席7運転席1の計20人乗り。背面度厚け仕様は定員が1名減となる。また、仕様が簡略化され、バリエーションが絞られているのも特徴で、背面度厚けを含めてもに仕様だけで、価格も単一で1530万円である。変速機は5速、マニュアルトランスミッションのみのラインナップとなる。行き先表示もユーザーが方向ク装置などを希望しなければ、 差し込み式となる。二代目ポンチョロングとショートの側面比較、西部バス西東京市、花バス二代目ポンチョショートの車内日立自動車、交通二代目ポンチョの運転席二代目ポンチョは、初代とは異なり、純日本製のバスとなった。また、日野自動車、伊須津自動車のバス製造事業統合に伴い、J バス、小松工場で製造される。リエッセをベースとして、2004年の、 第38回東京モーターショーに参考出品した純国産の小型ノンステップバスポンチョエルを量産化向けに仕様変更したもので2006年3月22日に発売されたシンプルで丸みある親しみやすい外観デザインユニバーサルデザイン思想の乗降性や室内空間をコンセプトとしておりそれが高く評価され2006年度のグッドデザイン賞を 受賞した。デザイナーは、塩の太郎。可愛らしい外観に合わせて、透過類は全て丸型で揃えられているが、これらは、専用部品ではなく、全商灯は、日野自動車と同じトヨタグループに属するダイハツの、軽自動車2代目ムーブカスタムからの流用、リアのランプ類も2代目セレガと共通とするなど、個性を出しつつ、コストを抑えている。車体及び構造は、 基本的にリエッセをベースとしてノンステップ化している。二代目セレガ同様、サスペンションやエンジンなど前後それぞれ別のシャーシにフルディップカチオン電気塗装を済ませたボディをポンのセする工法で組み立てられている。全長はリエッセと同じ7メートルのロングボディに加え、6.3メートルのショートボディが新たに設定された。また、ニーリング機構が標準装備となった。 車体後端のエンジンをトランスミッションの上に2階建てに重ねた上で、横置きとしてリアオーバーハングを大幅に短縮し、また運転席を前輪の前方から前輪直上に移すことでフロントオーバーハングも短縮してホイールベースをリエッセの 3550mm から 4825mm に拡大した。これによりフリフラットノンステップではないものの、 短めの前兆の中に最大限のノンステップフロアを確保した。ホイールベース間では車椅子が回転できる通路幅が確保されている。ただしホイールベースが延長されたことで最小回転半径も大きくなり、リエッセの売りであったクラス最小の最小回転半径が失われ、小回りが効かなくなった。このため、コミュニティバスに多い境外路線では、 リエッセからの代替が困難になるケースも生じた。上高扉はワンボックスカーのような外側スライド式のプラグドアで、ロングボディでは2ドアと1ドアが選択でき、ショートボディでは1ドアのみとなる。ロングでは定員30名以上を確保し、非常口も設置されている。仕様としては、ロングショートともに前向きシートタイプ、横向きシートタイプ、前向きシートタイプ、 寒冷地仕様の3種類が設定されている。日野、ポンチョアットグ HX6 ジャリー、関東バス、武蔵野シムバス2006年3月22日、発売。同年12月20日には、電子制御式5速 AT 車が、追加設定された。エンジンは、排気量4.7リットル、ターボ付き直列4気筒の J05D があったとなる。日野自動車の排出ガス浄化装置。 d p r を採用し、PM を低減することで、平成17年排出ガス規制に適合している。また、ABS が標準装備となっている。車両価格は、初代ポンチョとほぼ同じ1541万円で、リエッセの路線使用ステップリフトバスに比べ、500万円ほど高価である。2007年11月末時点で200台以上が製造された。 2007年7月18日に一部改良を実施し、NOXPM を共に10%低減させて発売した。外観、内装ともに改良前、モデルとの違いはほとんどなく、外観ではリアに低排出ガスステッカーが追加された程度である。さらに、同年9月には、京浜急行バス、横浜市営バスにおいて、ポンチョでは初めて側面。 LED 式用が待機先表示器を搭載した車両が登場した。2008年10月にはロングボディに座席定員18人を確保した1、扉車が追加設定された1、扉車は座席18、立、席14、運転席1の33人乗り。前向きシートを右側2人掛け、左側1人掛けとすることで座席数を増やした。なお、 これよりも前に、九州参考バスの、ミナクルバス用に1、扉ロングタイプを納入した実績がある。形式は、以下の通り。日の、ポンチョ s d g h x q j a l b KO バス東、杉並区杉丸2011年8月9日に、マイナーチェンジを行い、MT 車は、s k g h x q j k AT 車は、 SDG HX-QJK にそれぞれ変更された。エンジンは4.728リットルの J05、D 型から5.123リットルの J05E に変更され、DPR を改良することで平成22年排出ガス規制に適合し、MT 車に関しては平成27年度燃費基準も達成した。また、日野自動車のクリーンディーゼルシステム、 エアーループを採用した。マイナーチェンジでアイドリングストップシステムが標準装備になったほか、シートレイアウトに郊外路線用が追加された。平成22年排出ガス規制に際し、日野の,の小型路線車は2ステップのリエッセが生産中止となるため、後継車種であるポンチョに集約されることになった。すでに三菱不走エアロミニエムリーも生産終了しており、 国産小型路線車はポンチョのみとなった。リエッセからポンチョへ改良する際にノンステップ化するためホイールベースを延長したことで小回りが効かなくなり、また座席定員も減少したため、共愛路線での運行あるいは多客時の積み残しの問題からリエッセからの代替は路線環境に応じてポンチョではなく中型車あるいはマイクロバスを選択しているバス、事業者もある。 2012年5月10日には、同年7月から適用される、シート及びシートベルトに関する保安基準と、新ワンマンバス構造要件に適合した、マイナーチェンジを実施した。車両形式は、以下の通り、電気バスポンチョ電気バス1号車 SDG、HX90 q 部、海西東京バス、羽村市は、ムラン2012年3月、コミュニティバス向けの電気バス仕様、 日のポンチョロー、フロアエレクトリックコミュニティバスが開発された。1号車が東京都羽村市、2号車が東京都墨田区に導入され、電気バスによる運行を開始した。形式は SDG HX9JAL 部改め。ポンチョを改造した電気バスは、早稲田大学や東京 R&D などにより改造されたコンバート EV として、 以前から存在するが、ハムラ市と墨田区に納入された電気バスは、日野自動車により開発されたメーカー純正電気バスである。同年3月10日、1号車がハムラ市コミュニティバスハムランで運行開始した。これが全国初の電気バスによる定期運行となる。ハムラ市で初導入となったのは、市内に日野自動車ハムラ工場が所在するおひざ元であるため、 西東京バス B21251 号車で、青梅営業所が、運行受託する。続いて、同年3月20日には、2号車が、墨田区、コミュニティバス、墨田百景、墨林ちゃんで、運行開始した。京成バス1401号車で、奥の営業所が、運行受託する。電気バスは、販売実績の多いロングボディで開発され、車両はいずれも2ドアのロングボディとなっている。 ハムラシ、ハムランではショートボディを採用しているため他の車両と乗降方式を合わせて中扉を締め切り扱いとしている。バッテリーは小型のものを搭載し短距離を走行して高頻度に充電することを前提として開発されており満充電時の航続距離は 30km と短く設定されている。パワートレインは 米国ユクムテクノロジーズ社製2 0 0ットモーターと IHI 製リチウムイオンバッテリーが組み合わされる。車両価格は約8000万円と非常に高額である。日野自動車によるとその費用の大半はパワートレインが占め中でもバッテリーの割合が大きいという路線バスとして実用的なレベルまで航続距離を伸ばすためには 理想のバッテリー性能は10倍程度必要だが、現状では市場に、それを満たすものが存在しないという。なお実際の運行のためにはその他に、充電設備の設置費用などがかかることになる。2017年12月5日にマイナーチェンジを行い、平成28年排出ガス規制に適合した。エンジンは、J05E 型に変更された。排出ガス浄化システムは、 従来の DPR に加えて、尿素 SCR システムが採用された。車体側面にアドブル注入口が設置されたのが過去のモデルとの間別点となる。またこれにより、車内の最後部座席がやや狭くなっている。今回のマイナーチェンジで、日本で発売されているディーゼルエンジンを使用するバスの全車種に尿素 SCR システムが採用されることとなった。 トランスミッションは5速 MT が廃止され、5速 AT に統一された。このほか、室内灯が LED 化され、マルチインフォメーションディスプレイ付き新型メーターが採用された。形式は以下の通り。ありがとうございます。